こんにちは、ライトワークエヴァンジェリストのヒロです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。久々の動画なんですけれど、今この夕方のですね、海からお届けしてます。はい、もうちょっとで日がね暮れてっちゃうんですけれど、はい、でですね、今日お話ししたいことなんですけれど、ライトワーカーは変化の担い手っていうお話を、したいと思います。はい、ねライトワーカーの人たちってやっぱりこう誰かの役に立ちたいとか、誰かをね助けたい救いたいとかっていう思いがやっぱり人一倍強かったりします。だからそういうねお仕事に従事されてる方も多かったりするんですけれど、ね、僕はいつも申し上げてるのは、他人を救うよりまず自分を救いましょうっていうことなんですね。なんでこれが大事かっていう時、僕らは誰かを助けようとか役に立とうとかする時に、まあ、困っている人とか、あるいはですね、もっと近い家族だったり恋人だったりお子さんみたいなね近い大切な人の前にすると、なんとかその人が困っている状態をこう変えようと思うと、相手を無理やり変えようってことをすごくしちゃうんですね。でもやっぱり相手を変えることはできないんですよ。その変わりたいって相手の意思がないと人っていうのは変わっていきません。でそれを無理やりやることで、私がこれだけやってるのになんであなたは分かってくれないのみたいな苛立ちを募らせていったりとかしてしまうと、もうこれってやっぱライトワークじゃないんですよね。そうじゃなくてですね、もうそもそも大切なのは僕ら自身の心っていうものをですね、まず満たすことを大切にしてほしいんですよ。ねやっぱりさっきもそういったね誰かを救おうってばっかり意識になっているとどんどん僕ら枯渇していっちゃうんですね。やっぱり車は、ガソリン注油しないと走れないんですよ。だから注油しないでただただ運転してったらどっかでエンストして止まっちゃいます。それと同じことなんですよ。僕ら自身がですね、自分の中のいろんな、インナーチャイルドの問題だったりとか傷ついてる部分を癒したりとか、あるいは愛で満たしてあげるとかね、喜びとかもっとね取り込んで満たしていくっていうことが大事なんですね。それで自分自身が輝くっていうことが大事です。でなんでそれが重要かっていうと、さっき言った変化の担い手ってことなんです。ライトワーカーの人たちっていうのは、例えばその家族であったりとか、その何か友達のグループであったりとか、会社でも何でもいろんなところにおいて、その集団の変化っていうのをリードしていくような役割っていうのを持っています。はい、で僕らっていうのはみんなですね、集合意識でつながっていたりします。その集合意識っていうのはこの地球全体レベルもあれば、日本とかあと、ね、県とかもう会社とかで、最も小さいレベルで言ったら家族とか家庭とか、こういう友達のグループとかみたいな、すごい小さいとこまで無数のですね集合意識があるんですよ。でそれはそこに属する、集団に属するそれぞれの人たちの意識の相対なので、僕らが大きく変化をするとその集団が変わるんですね。例えばあなたが大きく自分の問題を手放したりとか言って、魂の自分とどんどんねつながっていって波動が上がってくると、その影響を受けてご家族の、例えば旦那さんとか奥さんでもいいし、お子さんだったりとか親御さんとか近い人も影響を受けていくんですよ。でこれが友達のグループとかでも起こります。会社とかの部署とかそういうのでも起こりますし、もっと言ったらこの世界全体で起こるっていうことなんですね。ですから僕らが僕らの心の中の問題を手放してどんどん軽くなっていくっていうことは、同時にどこかの誰かの問題解決につながって、その人たちが望ましい方向に変わるっていうですね、やっぱり影響を与えてるんですよ。でそういう変化の担い手なんですね。だからこそライトワーカーだと思う方っていうのは、やはりやっていただきたいことは、その誰かね心配して誰かをなんとか変えようっていうことよりも、まず自分自身を、ね、満たすこと、高めること、自分と向き合ってそれをやっていくことっていうのを大切にして行ってほしいなって思います。特に何かねこういうような、カウンセラーだったりセラピストだったりヒーラーとか、そういうお仕事されてる方っていうのは、どうしてもそういう技術とか学んだりすると、誰かを変えようとか癒そうとかっていう方ばっかに意識いっちゃうんですけれど、お客様に対してやるのの3倍自分に対してやってくださいと僕はそう思います。それくらい自分に向けてやるってこと、自分癒すって実はそんな簡単じゃなくて結構難しいところあるんです。でも自分にやる、セルフヒーリングするし、自分のインナーチャイルと向き合うしとか、いろんなことをやっていくっていうことが大事です。
で、そうやって変わると本当周りの人も変わってくるんです。ツインデーだって変わってきます。相手がね、なんか悩んでるとかっていうね、すごくマイナスになってるんですってよくね、そのご相談いただくんですけど、ね、自分がそのね、悩んでるその相手のツインデーとかに意識向けていっちゃったら、どんどん自分の波動も下がっていくんですね。2人でダメになる、2人でそう二重遭難するみたいな感じになるんですよ。そうじゃなくて、自分が高める、自分の方を高めて相手も引き上げてあげるぐらいの意識で、やっぱ自分と向き合っていってほしいなって思います、うん、でなかなかこれは一人で難しいっていうところがあります。人は自分のね、ことってね、全部が見えるわけじゃなくて、必ず盲点っていうのがね存在するから、そういう時はやっぱり信頼できるセラピストとかコーチとかヒーラーとか、そういった人と一緒にですね、向き合っていってほしいんです。僕もそういう形で継続セッションという形でお客様のサポートをしてますので、その結果たくさんの方が変わって、パートナーシップだったり仕事だったりお子さんとの関係とか、ね、いろんなところが変わっていってますので、ぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。ということで、今日の、ね、動画を見て何か感じたかったとか、ね、ことがある方、ぜひ、チャンネル高評価ボタンとかもいただけたら嬉しいし、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、最後までご覧いただきましてありがとうございました。周りねワンちゃんがいるので、ちょっと大好きなので散歩しながら見て帰ろうと思います。さよなら。